会社の数字を学ぶ。この勉強を通じて経営計画書、経営指針書などの数値計画にお役立てください。そして学びのポイント。動画番号1から順番に視聴してください。飛ばし飛ばし見てしまうと、どこかのパートで内容がわからなくなります。自分のペースで一時停止。動画だけの学びなので、ワークがありません。手元に電卓とメモ帳を用意して、自分で計算しながら学んでください。動画を一時停止したり、再び再生したり、自分のペースで進めてください。最後まで視聴してみる。途中でやめちゃうと、それまで費やした時間がもったいないので、やると決めたら最後までやってほしいです。納得いくまで繰り返し視聴。腹落ちしないまんま次のパートに進むと、やはりどこかでわからなくなって挫折しやすくなります。質問にお答えする範囲は限定。コメント欄で質問いただきましたら、お答えできる範囲でコメントを返します。ただ、私は会社の経営歴が35年目と長いんですけれども、税理士さんでも会計士さんでもありませんのでね、税務など資格のある専門的分野の質問にはお答えできません。ただ、込み入った相談などがあれば、初回無料の経営コンサルティングがありますので、個別にお問い合わせください。続きまして、ファイン会計について、この左側にファイン会計っていう、エンタス君っていうキャラクターなんですけれども、これなんやねんというのが気になる方がいると思いますので、ちょっとだけ説明させていただきます。ファイン会計とは、管理会計と資金繰りを学ぶ講座です。ゲームと講義とワークで学ぶコースがあります。人が集まってワイワイガヤガヤするのが苦手な方は、ゲームなしで、じっくり学ぶコースもあります。複式簿記に特化したコースもあります。また、複式簿記を VOD、ビデオオンデマンドで学ぶこともできます。概要欄から内容を確認してください。また、ファイン会計の事業理念。管理会計を通して人と地域を豊かにするに、共感してくれる方にインストラクターになっていただきたいと思っておりますので、こちらも興味のある方は個別にお問い合わせください。さて、これから学ぶことの内容を一つ一つ説明していきます。制度会計と管理会計。この違いを解説します。貸借対照表と損益計算書。決算書の見方や仕組みを解説します。管理会計とは、管理会計の構造を解説します。個変分解。売上原価、製造原価や販売費及び一般管理費など、費用を固定費と変動費に仕分けをします。管理会計の第一歩です。丁寧に説明しますので、安心して視聴してください。損益分岐点。月次決算、年度決算など、期間の業績で赤字にならない指標を求めます。利益構造の理解。利益はどこから来ているのかを構造的に理解します。どうすれば利益が上がるのかということも学びます。数値計画。中期的な経営計画の立て方。単年度数値計画の立て方を解説します。セグメント別損益管理。商品別、サービス別、エリア別など、セグメント別に損益管理をする場合のポイントを解説します。管理会計と労使見解。管理会計は誰のためにあるのか、そもそもなぜやるのかを解説します。それでは、早速勉強をしていきましょう。